フォルテたちがセントラルグローブに入ったそうだ。今、ミルフィーのいるマスターコアに向かっている。お姉ちゃん、大丈夫よ。先生たちが絶対助けてくれるのだ。ダンファ姉さんもいるしな。大ベテランの方々だ、問題あるまい。そうだ、僕たちは僕たちの役割を果たそう。いたいた、アブソリュート。話には聞いてたけど、まさか自分が来ちまうなんてな。朝飯前だぜ。余裕余裕。当たりました。攻撃を始める。良い当たりだ。当たりね。命中。命中なのだ。よかった、攻撃当たりです。オールが甘く見るな。みたいなのだ。任しときな。5番機余裕で回避。命中したわ。攻撃目標確認。回避なのだ。敵に当たったのだ。いえ、大したことないわ。オーケー、了解だ。
敵を破壊した。着弾を確認しました。あと半分よ。了解よ。分かったのだ。当たったわ。了解しました。敵艦沈黙。
命中。外れちゃったみたいね。ストライク。攻撃成功だ。はい、朝飯前だぜ。アニス選手、素晴らしい回避です。当たりなのだ。食らっちまった。当たったのだ。すでにミルフィーと接触している。今マインドコントローラーを解除しているところだ。さすが。とにかくまたいつ戦闘になるかわからない。すぐに帰還してくれ。了解。体の方には何も異常はありません。よかった、解除できましたわ。拘束具を外しますわよ。はいよ、任せな。ミルフィ、ミルフィ、ほら、しっかり。はい、起きて。あれ、みんな。なんともないようですわね。そのようです。まったく、大した強運だよ。私、あ、そうです、ベレルさんに捕まって、その後、あれ、思い出せない。気がついたらみんながいるし。で、そもそもなんでみんな集まってるんですか？まあ、いろいろあったのよ。あんたが寝ている間にね。もう、ちんぷんかんぷんです。ああ、いいよいいよ、ちんぷんかんぷんでも。今は説明してる暇はないんだ。とにかく、私の言うことをよくお聞き、いいね？はい。今ゲートが閉じてるおかげで、味方が立ち往生してる。この味方がいなけりゃ、私たちはジエンドさ。だからゲートを開けなきゃならない。わかったかい？ゲートを開ければいいんですか？ああ、そうだよ。なんだ、そんなことなら朝飯前ですよ。すぐにやっちゃいますね。マスターコア起動っと。頼んだよ。はい。フォルテよりルクシオール。タクトだ。作戦第一段階クリア。おお、
ミルフィは無事なんだね。ああ、今作戦の第二段階に入ったところさ。本当によくやってくれた。こっちは先方隊を片付けたところだ。でも次がいつ来るかわからない。早く終わらせて帰還してくれ。はいよ、了解。指令。ああ、どうやら流れはこちらに傾いたようだね。ルーンエンジェル隊は少し前に全員帰還しています。ルーンエンジェル隊戻りました。いいタイミングだ。カズヤ、ご苦労だった。ありがとうございます。リコ。はい。ミルフィーが無事救出されたよ。まあ、やったのだ。たった今フォルテから連絡があったんだ。よかったね。はい。もうすぐ戻ってくる。会えるぞ。よかった。ほらほら、いつまでも泣いてんのよ。はい。おめえまで泣くことはねえだろ。私はこういうのに弱いのだ。あ、そう。はい、ハンカチ。僕のでよければ使って。ありがとうございます。司令、ベレルから通信です。ん？妨害波は消えてるの？いえ、まだ存在します。なら近くにいるってことかい？センサーに反応はありません。一体どうやって？とりあえずスクリーンへ。俺が相手をしている間に発信源をトレースするんだ。はい。あ、怒ってる。やあ、ベレル。貴様。悪いけどミルフィーは返してもらったよ。一体どうやってここまで来た？こればっかりは教えてあげられないな。何せ肝心なところは俺も知らないんでね。若いよって。本当なのに。なぜ貴様二度三度と私の計算から外れるのだ。私の計画は完璧なはず。なぜ想定外のことをしでかす？いやー、またそんなに褒めないでよ。ああ、ほら、そんなに怒ると体に悪いよ。くのー、よくもここまで挑発できるもんだ。いいだろう。見たところアブソリュートにシフトしたのはお前の船だけのようだ。エデンの最新鋭艦とはいえ一石ごとき。ゲートキーパーもすぐに奪い返してやるわ。俺の予想ではそっちの戦力もあまり残ってないと思うんだけど。英雄殿も計算を間違えられたようだ。どういうことかな？何、すぐに理解できるさ。ここトレース失敗です。発信源の特定は無理でした。そうか。あと通信中にフォルテさんたちが帰還しています。カズヤ。はい。ルーンエンジェル隊はブリッジで待機だ。了解。リコ。はい。すまないが、ミルフィーとの再会は我慢してくれるかい？ベレルの最後の言葉が気になるんだ。引き続き臨戦態勢でいてほしい。わかりました。無事にこの船にいるんですから、後でゆっくり甘えます。すまない。ココ、ミルフィーをフォルテたちと共に艦艇部中央区画へ。了解。え？どうした？センサーに敵艦の反応。距離5万2000、数80以上増え続けています。なぜそんな近くに？ドライブアウトしたのか？いえ、そんな反応はありません。突然現れました。センサーを再チェック。すでに数回しました。異常はありません。あ、ベレルです。ベレル艦まで現れました。なんだって？どうやって？
ノイエゲートへ戻るんだ。最大戦速。ダメです、回り込まれています。ノイエゲート方向にはかなりの迂回が必要です。鉄管配置をスクリーンへ。はい。これはセントラルグローブを利用して取り囲む気ですわ。回避行動を行いますか。いや、ダメだ。もう押せ、間に合わねえよ。クソ、ピンチなのだ。ベレルより通信です。スクリーンへ。驚いていただけたかね、マイヤーズ殿。ああ、驚いたよ。魔法でも使ったのかい。魔法だと？あんな野蛮なものと一緒にしないでくれたまえ。ではどうやって突然現れたのかな、教えてくれるかい。まあアブソリュートに来た方法は教えられないけどね。私は寛大なのでな、そんなことは気にせんよ。第一、現れたわけではないからな。なんだって？ここ、敵艦を最初に確認した座標をスクリーンへ。カメラだ、光学機器で捉えろ。は、はい。おお、さすがだな。これは黒き月。そんなセンサーに反応は？ありません、完全に無反応です。感知できていません。こんな巨大なものに完璧なステルス効果だと。うわあ、どうだね、我が影の月の勇姿は。影の月？そうか、このステルス技術でずっと隠していたんだな。いかにも、この影の月はあらゆるセンサーを完璧にスルーする。見つけるには目で見るしかないのだよ。で、どこでそんなものを見つけたんだい？何を言っているのだね。影の月はアブソリュートの一部、セントラルグローブの防衛機構なのだよ。つまりアブソリュート人のもの、私の所有物さ。なるほど、無人自動操縦艦もこれで生産しているのか。まあそういうことだ。さて、そろそろ説明も勘弁していただこうか。ノイエゲートを開いただろうからな。うるさいハエどもが来る前にゲートキーパーを引き渡してもらおう。断る。この状況でどうするというのだね。貴様の船は完全に囲まれているのだぞ。それでも断る。やれやれ、エデンの英雄ともあろうものがこれほど往生に案が悪いとはな。よかろう、ならば力に訴えるまで覚悟するがいい。司令、何か妙案があるんですね。ごめん、残念ながらない。え？話している間にかなり考えたけど、この状況を打破する答えは出なかった。そんな。鉄管が一斉に動き出しました。距離を詰めてきます。ルーエンジェル隊出ます。ダメだ。状況が悪すぎる、出すわけにはいかない。そんな、じゃあどうすれば。ここ。はい。敵艦の密度の低い部分にコースセット。とにかく何とかして抜けるしかない。ノイエゲートに向かえば連合軍がいるはず。前方シールド下がり、発進だ。ココ、どうした？ココ？司令。ん？マニュアル操舵の許可を。なんだって？突堤の中を、セントラルグローブの中を抜けてみせます。え？自信はあるのかい？あります。ただし。ただし？セントラルグローブの方向に退避するということは、ノイエゲートから遠ざかることになります。連合軍との合流を考えるなら、あまり得策ではないかもしれません。いや、いいアイデアだ、任せよう。司令。
その代わりミスらないでくれよ。わかりました。よし、進路反転、セントラルグローブに向かえ。了解、発進します。カズヤ、全員シートへ。はい、行こう。ルクシオール反転し、セントラルグローブに向かっています。反転だと、まさか取っ手の間を抜けるつもりか。えい、おい、追うんだ。砲撃しますか。いかん、セントラルグローブに当たる。起動リミッターオフ、完成砲は最大にセット。全ブロックに対ショックシーケンス通達。シールド完全解除します。シールド完全解除？なんで？よく考えてみろ。え？体がギリギリ通る穴に鎧をつけたまま入れるのか。ああ、なるほど。かえって邪魔なのか。そういうことだ。セントラルグローブに接近。突入します。ベルトを締めろ、揺れるぞ。いいぞ、あと少しで包囲を抜けられそうだ。すごい巨大なルクシオールをこんなに自在に。見事を通り越している達人の息だ。どうでもいいけど気持ち悪い。私もですわ。目が回ってきたのだ。ダメです、自動操縦では抜けられません。我が軍の船は次々に接触し大破しています。追跡をやめろ、外側だ、外側から回り込ませろ。了解。ただし追いつくな、セントラルグローブから出るのを待つのだ。そこを後ろから狙い撃て。はまではやがて追いつかれます。司令、今度こそ出ます。いや、まだだ、まだやれることがある。この上一体何を。ここ艦艇部セカンドブリッジへ。え、セカンドブリッジ。了解、セカンドブリッジ起動、向かいます。ミルフィーをベレルに渡すことだけは絶対に避けなければならない。何が何でも逃げ延びるな。いいな、ここ。はい。お互い身軽になるはずだ。そっちはスピード、こっちは機動力で勝負。後ろは任せてくれ。わかりました、マイヤーズ司令、ご分運を。うん。ディバイドシーケンス発動。了解。分離だ。分離。できるなんて。ディバイドシーケンスです。身軽で機動力に優れる主翼部、頑丈で最大速度に優れる艦艇部、この2つを分離し、それぞれの長所を生かすわけです。すげえな。欠点もあるんですのよ。メインのシールド発生装置は出力の高い艦艇部ですの。ですから今この主翼部は守りが手薄なのですわ。そして武装のほとんどは主翼部にある。だから今艦艇部は攻めが弱いというわけだ。なるほど。普段は補い合ってるのか。そういうことなのだ。さあ、うんちくたれてる暇なんてないぞ。敵の高速艦がどんどん間を詰めてきている。ブリーフィングだ。了解。ミルフィーの乗った艦艇部はかなり先行したようだ。そして我々はこれをベレルの手から守らなければならない。絶対にだ。
ではミッションの説明に入る。これがミッションエリアのスキャン結果だ。障害物は何もない。ルクシオールはこの位置に待機する。そして敵高速戦艦の配置はこうなると予想される。数が多い。注意してくれ。ミッション目標は敵艦の全滅。また後方のエリアに抜けられると艦艇部を追跡されてしまう。決して抜かれないように。以上。当選簿ってわけだな。そうだ。ここで足の速い敵を潰してしまいたい。そうすれば艦艇部が逃げ切る確率はかなり上がるだろう。後続の敵が増援に加わる可能性が高そうですね。ああ、長丁場になるかもしれない。残りエネルギーには十分注意してくれ。わかりました。ではルーンエンジェル隊発進します。健闘を祈る。行こう、みんな。了解。